皆さん、こんにちは。ザワチャンネルのザワでございます。今日はですね、僕の親が近くのスーパーに行ったら、売ってたというので、そちらを紹介します。それがこちら。ポン。マジレット、ルボランのコラボ。マジレットといったら、ミニカーのブランドじゃないですか。知ってる人は知ってるんですけどね。で、ちなみにこっちはもう、だから、企画を思いついたのが今日なんですけど、これ、買ってきたのは昨日なんで、昨日中に開けちゃいました。それでは今回はこちらの方を開けていきたいと思います。で、こちらのマジレットって結局あれなんですよ。食感なんですけど、食感のトミカが短いになってみたいな感じがしたんですよね。ちなみに、で、中はこの2つが入ってますね。ルボラン。ルノールーティシア。こちらルーティシアって、ルノールーティシアって車なんですよね、こちら。で、これはガムですね。マジレットは太いはガムがついてるんですよ。で、ちなみに、こちらの赤い方の車は、ルノーのルーティシアって車ですね。ちなみになんか、ルボランってフランスのあれじゃないですか。で、それでフランス限定のコラボらしくて、フランスメーカーはルノーと、シトロエンと、あと、プジョーがあるわけですね。あと DS とかありますけど。ルノーが別に PSA っていうグループなんですけどね。で、それで、プジョーの方が出てなかったらしくて、こちらですね。このルノーの2台。シトロインか。シトロインの方が出てなくて、プジョーと、こちらのルノーの方が出てたらしいんです。で、うちの車はルノーなんで、それとこのルノーメガーヌと、ルノールーティシア買ってきたらしいです。で、ギミックとしては、サスペンションがあるかどうかは、ないっていうのでしょうかね。そんな感じですね。結局、マジレットとトミカって違うところは、例えば、ここにマジレットは、あとあれがあるんですけど、バックミラーあるんですけど、こちらのトミカのバックミラーないんですよ。子供向けですから、バックミラーがあったら子供とか気がついてる可能性があるじゃないですか。ですからないらしいですよ。で、こっちは大人向けなんで、バックミラーがあるわけなんですよ。で、ちなみにもう一つの、マジレットとノレブってやつがあるんですけど、その違いは、マジレットは普通の安いトミカぐらいの値段のやつで、ノレブっていうのが結構高級ミニカーなんですよね。ノレブは日本メーカーだっけな。で、それで、マジレットはフランスメーカーなんですよ。ですから、フランスの会社のルボランとコラボしたわけなんですけど、で、フランスって言えば、あれじゃないですか、ちょっと可愛い系というか、デザインが美しいじゃないですか。フランスに限らずイタリアとかもそうなんですけどね。それが僕のルノーが好きな理由の一つですね。で、三つ目はもう、この、デザインといいもんじゃがないといや、ない、内装ですね。ちなみにこちらは、ルーティシアの RS ですね。RS のルノースポールで、買ってみたら、スポーツ仕様の車です。それでは、今回は以上です。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Twitter も始めましたので、ザワチャンネル、ザ面白と検索していただき、フォローお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。